お待ちいただいて本当にありがとうございます。作業場は30年ということで、電話店をやらせていただくことになったんですけれども、うまくいかなくて当たり前という覚悟で飛び込んだ世界で、結果を出さなければいけない正面ジャンプという場所で、これだけ長く続けてこれたというのは、やっぱり想定していませんでしたし、正直自分で自分が一番驚いているんだと思います。その30年の中でうまくいったりうまくいかなかったりを繰り返して続けてきたんですけども、正直にうまくいかなかった時間という方法と部分が大きくて、それでも使い続けてくれたものの週刊ジャンプ編集部や、支えてくれたファンの方々、やっぱり一番大きいのがやっぱりいい原作に出会えたっていうことが大きかったんじゃないかなと思います。今までは自分があまり個性がない、マンマン的なあれではないってずっと本で思っていたんですけど、実はそういう、あまり主張しないでだったおかげで、いろんな原作と組んでいろんな作品が残せたんじゃないかなっていう、今回原画展でもちろん完成した原画も飾られているんですけれども、原稿が完成するまでの過程も展示されてまして、過程をよく見ると結構書き損じてたり間違ってたり、そういう部分がすごく多くて、そういう異性タックル、ジタバタしてるところなんで、スタッフはないんですけども、実際そういう見せたくない部分っていうのは他の人から見たらもしかしたら面白い部分なのかなっていうところがありまして、来ていただく方々にはそういうところも面白がって見てもらえたらなと思って、本当に食べる寝るを忘れてずっと書いてきました。その反動でその後ちょっとかなり我慢ができないなと思いました。今はちゃんと睡眠とってちゃんと書いてます。ありがとうございます。小和先生はすごくとても神秘力が残る先生なので、その辺がちょっと今の辛いというのにつながったかもしれません。